この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。居心地良かったの。3年ほど前のこと。家で一人でいると、物陰やら天井裏やらが、ガタッとか、カリカリカリとかいう。最初はネズミかなあやだなとか思っていたが、ネズミじゃない。歩幅、感覚、音の大きさがでかい。ハクビシンかと慌てつつ、家に何か被害がないかチェックしたところ、何もない。仏壇のお供え物にも変化なし。何なのだ、と帰ってきた家族と共に首をひねって考えていた。家族も、一人で家にいる時に同じ現象が起きていた。確認した翌日の夜、ベッドでさあ寝るかと横になっていたら、驚かせてごめんね。居心地よかったの。と、たどたどしく、猫が喋った。うちは猫は飼ってないし、家の中に入れるような侵入経路もない。呆然としてその猫を見てると、ごめんちゃい。とばかりに、頭をペコリと一つ下げ、これからこのお家に、いいことがあるよ。と一言告げて、シュルリと透明になった。一つ、肉球足跡を残して、翌週結果発表のジャンボで2頭当たりました。現在も物音は続いており、先日はその幽霊猫さんは祖母と一緒に眠ったらしく、もふもふしてぬくいのに、不思議と熱くなかった。と、祖母は幸せそうに語っておりました。座敷わらしならぬ、座敷猫のお話でした。いいことがあるよ。もっくん。忘れもしない小3の頃。田舎住みの私と、幼馴染で家族ぐるみの付き合いの大輝くんは、いつも2人で廃墟や森の探検に出かけていた。その日も山に出かけた。チャリを山の入り口に止めて、ハイキングコースを歩いていると、コース脇に獣道発見。2人でワクテカしながら進むと、雨水を溜めるようなダムのような場所に出た。もう使われていないのか、ツタでぐるぐる巻きになってた。錆びたはしごがかかってて、中を見てみようと私が先頭になって登った。中はどうせ枯れ葉や虫で汚いんだろうなと思っていたら、中には真っ白い雲みたいな綿みたいなものが敷き詰まっていた。2人でヘリに立って、なんだこれって言って綿を触ろうとしたら、今まで無風だったのに突然後ろから強風が、2人して中に落ちた。顔から落ちたのに、全然痛くない。もっくん、って感じ。大輝くん大丈夫？って聞こうと思って起き上がったら、目の前に2階建ての家くらいありそうな、でかい狐がお座りしてた。にんまり笑ってこっちを見てた、気がした。恐怖よりもびっくりしすぎて、ポカーンってなった。そしたら、横にいたらしい大輝くんが私の手をガッと掴んで、落ちてごめんなさい、って叫んだ。大輝くんの手が震えているのが分かって、私も、ごめんなさい、って、ポカーンが抜けないまま間抜けな声で言った。キツネはにんまり顔のまま体の向きを変えて、でかい尻尾をこちらに押し付けてきた。すげえモフモフだー。うわーモフモフだー。ってなって、なんかお腹か喉の鳴るような音が聞こえたと思ったら、真っ暗なハイキングコースでへたり込んでた。今の何？と、2人同時に向き合って叫んで、その瞬間安心して、涙がぶわっと溢れた。それから2人で手をつないで泣きながらハイキングコースを歩いて戻った。昼の14時くらいだったはずが、大輝くんの腕時計を見ると、なぜか夜中の0時半前になっていた。山を降りるとパトカーが来ていて、おまけに両家親族勢揃い。私たちの姿を見ると、2人のおかんが泣きながら突進してきた。どこ行っとん？
なんかあったんかと思って生きた心地せんかったわバカタレ。と、顔ぐしゃぐしゃにして抱きついてきたおかんを見て、私もごめんなさーい、と、大泣き。おとんはへたり込んで泣いてた。家に帰って経験した出来事を伝えた。どうせ信じてくれないんだろうな、という気持ちだったが、なぜかうちのおかんと大輝くん一家、それとうちのおじいちゃんとおまわりさんが信じてくれた。うちのおかんと大輝くんのおかん曰く、山を降りてきて抱きしめた時、なんか獣の匂いがしたのと、動物の毛があちこちについていたから、らしい。おじいちゃんとおまわりさん曰く、今まで何度かその山でそれを見たという人がいたらしい。後日、みんなでお供え物持ってお礼に行ったんだけど、そのダムっぽいものは跡形もなく消えていた。そこはただの原っぱになってた。あのもっくんとでかい狐は、一体何だったんだろう。ハムとじいちゃん。うちで3年間可愛がってたハムが死んじゃった時に、ハムの小屋も処分してしまったんだが、死んじゃった夜から、その小屋の置いてあった場所で物音がする。本当に綺麗に片付けちゃって、小屋を置いてた小さいテーブルしかないのに、小さな足音がするんだよ。ペタペタペタって。でも、まだ死んでることわかんないんだな、と放っておいた。そしたらある夜、そのテーブルからまた、ペタペタって音がしたのでそっちを見ると、シュッって声が確かにしたんだ。生前、ハムがよく小屋の上、天井まで登って、落ちる時の声だったんで、ああ、やっぱりいるんだな、と思ってたら、4年前に死んだじいちゃんが、俺の横に突然登場して、俺、ハムスターみたいなもん買ってみたかったから、もらっていいべか、と聞いてきた。さすがにじいちゃんの霊にはビビったけど、ああ俺もう買えないからいいよ、って答えたら、じいちゃん嬉しそうに、ハムスターの小屋があったとこまで行って、手を伸ばした。その瞬間、いた、噛んだべ。こんな期間のはいらんわな。と言ってじいちゃんは消えた。ハムの霊は今でもペタペタ歩いてます。困ったなぁ。マリモ。小学校に入る前に、祖母宅に預けられてたんだけど、私がやたらと夜中にうなされる、夜泣きするので、祖母が祖母の生家の山深いところに連れて行ってくれて、家の裏山にある祠の脇の、湧き水を飲ませてくれた。それ以来、悪夢の時に、真緑の巨大なマリモが現れて助けてくれるようになったっぽい。今でも熱出して嫌な夢見ると、伸びてくる手とか、いろいろ、巨大マリモが現れて、いろいろモフモフの中に飲み込んで転がっていく。祖母によると、祠は友人様、もしくは蛇を祀っているらしいんだけど。なぜ、マリモ？この前、死んでもおかしくない事故をした時にも助けてもらったみたいだけど。何備えていいか困ってる。液体肥料？ウレション。ウレション。犬が興奮した時などに、うっかりおしっこをしてしまうこと。愛犬家の親戚が亡くなった時のこと。お坊さんに来てもらっての読経中、棺脇の花とか灯籠とか、バッタバッタ倒れていく。ガクブルするのを我慢する家族親戚参列者一同。読経が終わりかけた頃になって、プーンと漂ってきた。アンモニア臭。一同、はぁ？となっていると、読経を終えたお坊さんが一言。ワンちゃん、飼ってらっしゃったんですね。あのバカ犬。数日違いで先に行ってた親戚の愛犬が、
散歩前恒例の、ウレションかましたらしい。これからたっぷり散歩してもらえ。両脇アフロ。学生の頃、金縛りにあった。当時は珍しくもなかったので、またか、眠いのに、なんてのんきに考えてた。まぶたも開けられないまま、真っ暗な部屋の中でじっと溶けるのを待ってた。そしたら、いつもと違って、首筋に髪の毛の感触がした。ファッと髪の長い女が、的なものではなく、もっさ、目が開けられなかったから確認はできなかったけど、イメージとしては、アフロの面。アフロが、首の両脇にもさっと降ってきた。この恐怖がわかるか？気づいたらそのまま寝てたけど、あのアフロは何を伝えたかったんだろう。うずくまったパパイヤとキョッチュネが、首元に頭ぐりぐりしてる姿を思い描いてしまった。なんか眠れない。お狐様が守ったのは、小さい頃からずっと、部屋の隙間から動物が私を見てる。幼稚園の頃に気づいた。引き戸や引き出しの1、2センチくらいの隙間から、じっとこっちを見てる。実家にいた頃は、近所のお狐様のお社の掃除とか、巫女の役とかもしてたから、もしかしたらそのお狐様が見守ってくださってるのかもしれない。大学の寮はじいとカビだらけだったけど、どっちも私の部屋には一度も出なかったし、隣の部屋から火が出た時も、火元の反対隣には盛大に飛び火したが、うちは無事だった。阪神淡路大震災の時、台所からすごい音がしたから見に行ったら、なぜか広辞苑と英和辞書が床の真ん中に落ちてた。よく見たら、ガス台に夜間をかけたまんまで、やべえと思って火を止めたとこで揺れが来た。どっちの辞書もいつもは机の上の本棚に置いてあるから、お狐様が助けてくれたんだと思う。そういうことが結構重なってるので、たまに食べ物をお供えしてる。備えた日の晩はラップ音がしたり、急にブレーカーが起きたりするけど、次の日に仕事から帰ってきたら、お供え物が減ってたりする。備えた中で好きなものに順位付けすると、ハム、白あんの饅頭、越えられない壁、油揚げ、ぽい。どうもうちのお狐様はあまり油揚げがお好きでない模様。で、この前の地震の時、コーヒー飲みながら原稿やってたら、ちょうどトイレに行った時に震度4が来て停電した。原稿がコーヒー漬けになってたらどうしようかと心配で仕方なかったが、トイレの外でグラスが割れる音がしたから、電気が戻るまでは動くに動けなかった。狭いトイレで涙目で立ったり座ったりしてたら、足に何かが触れた。手で確かめてみたところ、原稿だった。ドアの下の隙間から差し込まれてた。電気が復旧して部屋に戻ったら、案の定机はコーヒーの海。すごくありがたいんだが、原稿の内容が、汁だくものだったことを考えると、なんだか申し訳ない気持ちになる。レベッカとアレックス。大学生の頃に夏休みを使って、アメリカにホームステイしたんだよ。そこのホストファミリーは明るくて本当に優しい人たちだったんだが、数年前に息子さんを亡くしていた。海兵隊にいたが、不幸にも、事故で亡くなってしまったんだそうだ。リビングには家族の写真がたくさんあって、その中に迷彩服を着た息子さんと、腕に抱かれているアライグマのツーショット写真があった。息子さんの名前はアレックスで、アライグマはレベッカ。母親を失った子アライグマを、アレックスが拾ってきたんだそうだ。食いしん坊で太めだが人懐っこいレベッカの世話をしてるうちに、
一時期不仲だった家族は再び絆を取り戻した。これが前置きで、ホームステイ開始から2週間ほど経った晩。夜中に喉の渇きで目が覚めた。水が飲みたくて起き上がろうとするんだがうまく体が動かなくて、寝ぼけてんのかなーなんて思ってるうちに、おかんが走る。うまく言えないが、胃の奥がゾワゾワするっていうか、とにかくどうしようもない不快感。それだけじゃなく体が重い。なんか犬か猫らしきものが体に乗ってる感じ。一瞬、レベッカ?と思ったんだが、レベッカは息子さんとほぼ同時期に亡くなっていて、今この家にペットはいない。暗闇に目が慣れてきた頃、ようやく体に乗ってるやつが見えたんだが、とにかくキモかった。体は小型犬くらいあるバッタ、顔は白人のおっさん、どうしてカテカのマッチハゲ、すごくムカつく感じにニヤニヤ笑ってるそいつが、腹の上に乗っていた。しかもそいつ一匹じゃなく、体は人間で顔がバッタっていう、これまたキモいやつがベッドの横に立って、俺を見下ろしてる状態。人面バッタ、俺の腹に乗ってた方、と。虫人間がどんどん顔を近づけてくるし、連中のヘなのか口臭なのか知らんが、部屋中卵が腐ったような匂いが充満して吐きそうだし、化け物が、100%、100%、100%、って、甲高い嫌な声で笑うたび、胃腸がねじれるみたいな不快感に襲われて正直泣きそうだった。いくら踏ん張っても体は動かないわ声も出せないわで、パニックになってたんだと思う。南無阿弥陀仏と唱えるつもりが、気づいたら脳内で、ジュゲムを暗唱していた。虫嫌いの俺はそのくらい必死だったんだ。カイジャリ水曜の水曜末雲来末風来末、まで、暗唱したとき、人面バッタがいきなり吹っ飛んだ。え?と思ってそっちへ視線を向けたら、亡くなったはずのレベッカがバッタの首をくわえて、ビッタンビッタン壁に叩きつけている。それにうろたえるようにして、後ずさったバッタ人間を、T シャツと迷彩ズボン姿の軍人が横から殴り飛ばした。アレックスだった。倒れ込む昆虫人間に蹴りを入れ、さらに何度も蹴るアレックス。人面バッタの頭に噛みついて、ささやかな頭髪をむしり取るレベッカ。いつの間にかマウントポジションに持ち込んで、バッタ人間の顔面を殴り続けるアレックス。再び人面ハゲを加え、今度は床に叩きつけるレベッカ。その後も関節技、飛び蹴り、頭突き、金敵と、あらゆる暴行を加えていた一人と一匹だったが、急にアレックスが振り返って、満面の笑顔を浮かべながら親指を立ててきた。レベッカはいつの間にかアレックスの足元にいて、犬のような笑顔の表情。どうやら終わったらしい。ありがとう。覚えてるのはそこまでで気づいたら朝だった。ホストマザーに昨夜何か聞こえなかったか聞いてみたんだが何もないと。でも夢にアレックスとレベッカが出てきて、ハグした後、運動して腹が減ったと訴える彼らに食事を与えたんだそうだ。あの子は天国でもレベッカと一緒だから寂しくない。父さんと母さんたちは心配しないでくれって伝えたかったのかも。とマザーが言い、みなしんみりした空気に。お宅の息子さんとペットは、悪霊をボコボコにするくらいアグレッシブですね。とは当然言えるはずもなく、俺は日本人らしく、神妙な面持ちでうなずいておいた。猫大集合。そういや昨日あったこと一つ。俺ベッドで寝てて、ベッドの下に結構スペースあるのね。で、半年前くらいから、たまに夜中とか、カリカリ変な音すんのよ。別にその程度だし、さして怖くはなかったけど、した男、が頭よぎって以来ガクブルだった。昨日はシャレコは携帯で読みながら、夜中3時ぐらいにまたカリカリ言ってるの。火を消してベッドの下覗き込んだら、にゃあみたいに、半透明の猫が柱で爪研ぎしてやんの。
俺も親戚一同も猫なんて飼ったことない。どこの猫たんだよ。可愛いじゃねえかよ。母ちゃんに聞いたった。そしたら。何よ。半年前からずっとそこにいるじゃないの。というお言葉をいただいた。猫の種類まで母ちゃんは特定していた。スコティッシュフォールドのキャリコだそうだ。母ちゃんの話によると、食事中は俺か母ちゃんの足元に座ってるらしい。父ちゃんの足元には行かないんだと。足が臭いから。一回、父ちゃんの足元に行って。臭い。みたいな顔になったヌコタンを目撃したそうな。なあ。なヌコタンが家に住み着いてるもんです。先日ちょいと進展があったのでご報告をば。増えた。何か夜飯食ってた時に、トタトタパタパタ騒がしいなあ。どうせまたあの、なあ、が、走り回ってんだろうと思ってたところ。母ちゃんが、見けとちゃトラやね。この前は8割もいたし。俺、ポカーン。父ちゃん。やったね。母ちゃん、かわいいわねー。現在、うちにヌコ幽霊たんが、4匹住み着いていることになる。そうかいそうかい、そんなにうちは住み心地がいいかねヌコタンよ。あと、増えた3匹は幼猫じゃなくては猫の雑種らしい。母ちゃんがそう言ってた。あのさ、幽霊ヌコって、もふれるのか。残念なことに、俺はもふれたことはない。ただ、たまに足元がくすぐったい時がある。もしかしたらこの時、ヌコタンがすり寄ってるのかもしれん。母ちゃんは幸せそうにしてるから、多分もふれるんだと思う。こんばんは、お久しぶりでござそうろう。なあ。なヌコタンが家に住み着いてるもんです。先日、母ちゃんがとてもしょんぼりした顔で夕飯を作ってたんで、理由を聞いたら、ミケちゃん、いなくなっちゃった。しょぼん。とおっしゃりました。が、翌日、S、かっこ俺の名前、ミケちゃんが、仲間連れて帰ってきた。とえらく怖くて小顔で俺を叩き起こしました。現在、キャリコ、ミケ、ジャトラ、8割。に追加して、ブチ、ブチ、8割、合計7匹のヌコ幽霊たんが、我が家に住み着いております。昨日は両サイドモフモフに囲まれて睡眠できて幸せでした。もちち。先日、大学の友人が家に泊まりで遊びに来た。友人はいわゆる見える人で、俺が霊感なオカルト好きと知ってからは、何か珍しいものがあると実況とかしてくれる水凶なやつ。友人を部屋にあげたところ、やつは見事なまでに盛大に吹き出した。ブオッパー、みたいな。さらに笑いながら、いやいや、おま、そこは、そういう場所じゃねえよ。とか言ってる。友人の目線を追って窓の方を見るが、俺には何も見えない。霊的なもの？まさか自分の家で、デカなんて爆笑？と、よどりまくる俺。やっと笑いが収まった友人に何事か尋ねたところ。超可愛いもん見た。いわく、カーテンを束ねる紐？帯？のところに、モルモットが収まってたんだと。両手帯の上にちょんと揃えて、カーテンと一緒に束ねられた感じで、わかりづらいかな。友人に、そういう場所じゃねえよ、と言われて。そうだったの。って顔して消えたらしい。燃えながら詳しく聞いてるうちに、それが昔飼ってた、モルモットの持ち地だって気づいた。毛の色とか、鼻の上の目立つ四角いブチとか、持ち地に間違いない。今俺は実家を離れて一人暮らしをしているが、もちちが一緒に来てくれていたことに感激した。もちちの思い出話に花が咲き、いつもよりもうまい酒が飲めた。それにしてももちちよ。なんでカーテンの止めてあるところなんだ。生前は一度もそんなところにはまったことないだろ。モルモットは高いところに登れないからな。
カーテンの帯の部分に何か勘違いしつつ、憧れてたのかな。モルモットの霊の話書いたものです。昨日新展開があって、興奮冷めやらない中書き込みます。見える人、友人 A が俺の部屋で元ペット、モキチの霊を目撃してから、俺は A が家に来るたびにモキチのことを聞いた。でも昨日までは、見えない。いなくなったかも。の一点張りだった。俺は正直へこんでいた。まあ、カーテンの帯に挟まる夢を叶えて成仏したのかも、と自分を慰めていた。が、昨日、A が遊びに来て、部屋に上がるやいなや。うお。と叫び、こたつの上を二度見。むしろ俺が A を二度見するくらいに、鮮やかな二度見。俺はピンと来て、モキチか、いるのか、と聞いた。A はものすごーく和んだ目をしながらうなずき、信じられないことを言った。ああ、こないだのモルモット。同じやつだけど、こないだより、超えてる。で、俺はリアルでこの顔になった。なんでも、モキチは、こたつ机の端を占領していて、A4 用紙くらいに膨らんでいるそうだ。A4 ってお前、生前の2倍くらいじゃねえか。カーテン騒ぎ以降、みかんを備えたから太ったのか？どうなんだ？太ると長生きできないから心配だが、そもそも、霊体だからもうわからん。意味わからん。A 曰く、嫌な感じはしないし、放置でいいだろ。とのことです。とりあえず今は、霊感でも霊を見る方法をものすごく知りたい。タヌキも恩返し。おととい箱根に出張させられたんだけど、鶴の恩返しみたいな出来事があった。仕事終わって、ホテルに帰るために山道を車で走ってたけど、霧で視界悪くて、飛び出してきた子供のタヌキを引いちゃった。死んじゃったか、と思って車から出てみたら、生きてるけどぐったりしてた。そんで慌てて動物病院をナビで探して連れてったけど、タヌキは頭にかすり傷してるだけで、他はなんともなかった。でもすごく痩せ細ってたから、なんかかわいそうだと思って、いけないとわかりつつも、餌あげたりなでなでしたりして、タヌキが元気になるまで看病した。獣医さんに怒られると思ったけど多めに見てもらった。いい人だった。その後、引いちゃったところまで車で戻って、タヌキを山に返した。そんでホテルに帰って、テレビ見てたら部屋の呼び鈴が鳴って、従業員さんか？と思ってドア開けたら、おっさんが立ってた。なんかすごいニコニコ顔のおっさんで、正直キモいと思った。そしたらおっさんが、つまらないものですが、とか言って、葉っぱに包まった丸い何かを二つくれた。俺が戸惑ってると、助けてもらったお礼ですので、って言って、おっさんはどっかに帰って行った。葉っぱの包みを開けたら、まん丸の白いまんじゅうが入ってて、皮がもちもちしててあんこが甘くて、すごい美味しかった。こしあんだった。あのおっさん、頭にテープで留めたガーゼが貼ってあったし、やっぱりあのタヌキだったのかな。でも、子供のタヌキだと思ったら、おっさんタヌキだったのな。あと、帰りに土産屋行って、タヌキからもらったまんじゅう探し回ったけど、どこにも売ってなかった。まんじゅううまかったなぁ。お迎え。小学生の頃、親戚の家に遊びに行ったら、痩せてガリガリの子猫が庭にいた。両親にせがんで、家に連れて帰った。思い切り可愛がった。猫は太って元気になり、小学生の私を途中まで迎えに来てくれるようになった。いつも一緒に帰っていたけれど、
6年生の林間学校に泊まりがけで行っている時に、車に轢かれて、死んでしまった。もう、猫は飼わないと思った。年月が過ぎ、私は就職して、バス通勤をするようになった。仕事がうまくいかず、辞めようかどうしようか迷っていた。バスを降りると、いつも我慢していた仕事の悩みが噴出して、泣きながら暗い夜道を歩いていた。そんなある日、バスを降りて歩いていると、少し先に白い猫がいた。その猫は振り返りながら距離を取りながら、私の前を歩く。坂を上がり、いくつもの曲がり道を曲がっていく。私の家に向かって、家の前に出る最後の曲がり角を曲がると、その猫の姿はなかった。数日、そうやって猫に扇動されるように家に帰る毎日が過ぎた。ある日、いつものように、待っていてくれる猫を見て気がついた。尻尾を、パタン、パタンと、ゆっくり上げて下ろす仕草。小学生の時に飼っていた猫と同じ。思わず、猫の名を呼んだ。振り返った猫は一声泣いて、また家に向かって歩いた。涙が出て仕方がなかった。心配して出てきてくれたんだね。ありがとう。ごめんね。大丈夫だから。もう、安心して、いるべきところに帰ってね。後ろ姿に向かってつぶやいた。最後の曲がり角を曲がる前に猫は振り返った。近づいて撫でたかったけど、近寄ったら消えてしまいそうで。もう一度つぶやいた。ありがとうね。大丈夫だからね。そして、猫は曲がり角を曲がった。なぜかふと後ろが気になって振り返ると、白い小さな塊が、ふっと消えていくところだった。そこは、林間学校に行って帰らない私を待ち続けて、猫が車に轢かれた場所だった。